ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでよしと。エージェントアーネス、今日は私から質問させてください。その件のことなのですが、あなたがその剣を、妖魔の剣を手に入れたのは一体いつのことなのです？そのことか。この剣が目覚めた日のことは昨日のことのように思い出せる。もっと早くこの剣を具象化できれば助けられる命もあった。物事に遅すぎるということはありません。その剣は今、あなたと聖女と、そして世界を守ってくれている。時間ですね。物事に遅すぎるということはないか。いいね、そういうの。自分を信じ続けなければ運命を呪うばかりになりますから。それでは、次のテスタント。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？Thank you.
エージェントアーネス、私に聞きたいことがある様子ですね。ヨーマたちがいる世界ってこの地上とは別なんでしょう？どんな世界なの？ヨーマたちの住む世界は魔界とも冥界とも言われていますが、教皇庁はそれを常世と呼んでいます。そこは明けない夜に覆われた海のように深い闇の世界。人間の目の届かぬ常世では、石も草も水も風も思いのまま、のびのびと自分の意志を表し、そうして特定の心を持った者は妖魔として目覚め、その固有の姿を維持するそうです。欲深い人間さえいなければ、自然はもっとおしゃべりで自由に過ごせるということでしょう。わかりましたか？4分の1ぐらいは。最後に私からの助言です。エージェントアーネス、あなたの戦いは素晴らしい限りです。でも何かがあなたの成長を止めている。固く閉ざされた扉が見えるのです。それをこじ開け、次の段階に進むには何かが必要です。そう、鍵となる何かが。アーネス、あなたの成長を阻むもの、あなたの可能性の扉を閉じる者に心当たりはありますか？それは。夜の君だと思う。私は多分夜の君に会うのが怖いんだ。なぜ怖いのですか？あなたは聖女を運ぶだけなのです。恐れることなど何もないはずですよ。そうはならないよ。リュリーティスを救うために私は夜の君と戦うことになるだろうから。なるほど。しまった、つい本音が。時間ですね。いずれにせよ、あなたには鍵が必要です。さらなる成長へ向かう鍵が。助言をありがとう。少し吹っ切れた気がするよ。何度言ってもわからない人ですね。私には礼など必要ありません。君にとってはそうなんだろうけど、私の主は私なんだから、私がしたいようにさせてよ。確かに、それもそうですね。
おや。それでは。さ。じゃあな。浄化開始。
浄化開始。石川にも一緒に行こう。デイデイ、まだまだ盾ヨルドの真の力、その身で味わえ。トリア血を吸うんだ。デイ、食事のデイ、ハッタデイ、デイ、ハッタデイ、ハッタ、砕け散れ。ハッ、食事の時間だ。デイ、ハッタ、砕け散れ。デイ、ハッタデイ、デイ、ハッタ、吸っていいぞ。血を吸うんだ。
食事の時間だ。デイ、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 デイ。さあ、首を落とすがいいわ。銀の弾丸も十字架も試しなさい。純潔の妖魔の不死性をたっぷり味合わせてあげる。今度は何人狂うかしらね。誤解しないで。私、あなたと戦うつもりはないわ。あなたがこの宮殿にいるかどうか、それを確認しに来ただけだよ。え？さっき、純潔の妖魔の不死性を試されたって言ってたけど、どんなことをされたの？それは、話さないでおきましょう。あなたたちのために。私たち、勘違いのお詫びに、この部屋の中で欲しいものを一つ差し上げましょう。ありがとう。トカゲたちが拾ってきたの。間違いない。宛先不明の便箋と同じ筆跡だ。この手紙の人に心当たりは？どこかで姿を見られたとか。ここにこもってもうだいぶ経つのよ。ここ数十年人前に姿を見せたことはないのだけれど。この手紙、預かっていい？教皇庁が手紙の主を絞り込んでる。手紙の人を保護できるかもしれない。ええ、お任せするわ。それと、あれはあなたが持ち込んだの？いつの間に？なるほど、いうこと。何か言った？
それよりそろそろお帰りになって。でないとあなたを手放すのが惜しくなりそう。そうだった、この人純潔の妖魔なんだよな。あら、もしかしてあなたも私と同じ気持ちなのかしら。この宮殿の住人になってもよろしくてよ。あ、うん、お茶ごちそうさま。何か分かったら伝えるよ。あら、残念だわ。ではごきげんよう。今度の騎士は今までとは違う。教皇庁も随分と様変わりした様子だわ。私が休んでいる間、闇は深まり月は満ちた。今度は本当に夜が戻るのかもしれない。ああ、夜の君、あなた様の大いなる魂はいずこをさまよっておいでなのでしょう。どうかご無事で、私どもは永遠にあなた様のお戻りをお待ちしております。お疲れ様でした。ただいま。ミストラルはなんとか級にいたよ。割と友好的だった。それとこれ、ミストラルのトカゲが拾ってきたらしい。間違いないですね。これはクルエル獅子の家紋です。お、名門レフラン家のスキャンダルか。彼の匂いがプンプンするな。開けちゃえ開けちゃえ。あんたらね、ご一読ください。お嬢様の意見が伺いたいのです。ああ、私のこの心を取り出してあなたに見せることができたら、あなたはきっとまた微笑んでくれるはず。手紙の人が心配だ。もうとっくに闇に落ちてるかもしれない。私も同感でございます。支配人、そのなんとか機については何か分かったの？それが全く目星い情報がつかめておりません。不自然なほどに。肝心な時に当てにならないんだから。ここは俺様の出番かな。うん、妖魔に魅了された魂の末路は私の研究分野ですが、何か？名門貴族のスキャンダルは俺の得意分野だが、やるってのか？はいはいはい、落ち着いて。で、支配人、どっちが役に立ちそう？ロイドさん、レフラン家の状況を調べてください。悪いな先生。悔しくなんかないやい。支配人、紅茶の砂糖おかわり。
さあ。おう、ジョーちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな。謎の微笑みでございますね。こちらは例の宛先不明の手紙に関係がございまして。進展があったんだね、ロイドさん。ああ、レフランケについてバッチリ調べてやったぜ。レフランケは子供に恵まれず、3人の孤児を養子として引き取ったが、遺産相続で揉めに揉めてね。遺言では一番下の20歳の青年が全遺産を相続することになっていて、筆跡鑑定ではこの青年がズバリ手紙の人なんだね。それでその人はどこに？とっくに殺されてるんじゃないですか。まあそんなところだ。1年前から行方不明さ。教皇庁からも資料が届きました。ミストラルの最後の目撃情報です。ミストラルはここ数十年宮殿にこもりきりでしたが、20年前宮殿以外の場所にて目撃情報がありました。計算合わないことこの上ないですな。その20歳の青年が20年前にミストラルと出会ったとしておいくつですか？生まれていたとしてもまだ赤ちゃんよね。いや、恋に年齢は関係ないぞ。俺が札束にセクシーさを感じたのは3歳の時だ。バカは黙ってろ。赤ちゃんの頃から問題児だったんですね。でもどういうことだ？ミストラルとは会ってないってこと？ですから謎の微笑みなのでございますよ。若き青年は誰の笑顔を見たのでしょうね。お嬢様、改めてその場所を調査していただけませんか？時間はだいぶ経っていますが、目撃者は人間だけとは限りませんよね。邪妖にでも聞けって言うの？いいよ、行ってくるさ。お呼び。それで。
浄化開始。この感じ、何かいる。カゴイチ召喚。吸っていいぞ。デイ、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 トーリア、デイ、デイ、ミストラルトカゲたちだな。よし、お前たち20年前ここにご主人様が来ただろう。その時何があったのか教えてくれないか。様子がおかしい。何かに操られているみたいだ。仕方ない。デイデリバー、ほっ、デイパンタワー、砕けつけド、デイパン、デイデリバー、デイパンタワー。これ、どこで道を間違ってしまったのか。今となっては私の死を望むものばかり。あなたの微笑みだけが本物でした。あなたにいただいた命です。誰にも汚されたくはありません。魂だけでもあなたのもとへ。こんなに血が滲んで、この手紙を最後に。くそ。ミストラルの宮殿だ。私が地上に来たのは夜の君の魂を探すためでした。あの頃は島中をさまよい歩きましたわ。でも夜が教皇庁の管理下にあると知って、この宮殿にこもったのです。宮殿を出たのは一度きり。何者かの魂の叫びに誘われて外に。それが今から20年前のことなんだね。ええ、でもそこにあったのは若い女の死体だけ。きっと邪妖に襲われたのでしょう。立ち去ろうとしましたが、
何かが引っかかって、そうしてしばらく死体を眺めて気づいたのです。死体の中に別の魂があると。死体の腹をこの爪で切り開いて、私自ら取り出したのです、あの赤ちゃんを。あんなにもか弱く小さな人間を私は初めて目にしました。風にも消えそうな儚い命の灯火、それなのになんと盛大に泣き叫ぶことか。あれは保護を求める魂の叫びでした。それなのにあの子は幸せではなかったのですね。死を願う者ばかりに囲まれて自ら死を選ぶなんて。手放さなければよかった。あの子の魂は私を、私だけを呼んでいたのに。ミストラル、あの子の心臓を食べたトカゲがきっとあの子の魂を宿していることでしょう。見つけたらもう二度と手放さないわ。うん、あなたなら優しいお母さんになれそうだもの。アーナス、ありがとう。お疲れ様でした。なんとか家の青年は相続問題を苦に自ら命を絶ってた。でもミストラルが魂を探すって、彼女20年前にまだ赤ん坊だった青年を救ったらしい。笑顔はその時見せたんだろうね。そうでございましたか。妖魔の母性に救われた子、人間の欲が殺しにかかるとは皮肉ですな。後味が悪いぜ。でもその人は魂だけになってやっと自由になったのよ。リュレーテスはそう思うんだ。だって生まれなんて選べないもの。その人の魂が望む場所に行けるといいわね。うん、そうだね。本当にそうだね。旧市街地の蛇用調査でございますね。こちらは町の方からの依頼になっております。最近あの近辺で蛇用の動きが活発になっているそうでございます。
住宅地にも近く見過ごせません。お嬢様が退治くだされば町の方も安心でございましょう。わかった。お呼び。それでは。浄化開始。邪妖が集まっているようだな。とりあえずここらのデカブツを倒しちまおう。油断したら、デイ、デイラー、デイ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 、ホン、ダーン、デイ、ホン。吸っていいぞ。デイ、デイラー、デイ、ハンター、デイ、ハンター、デイ、ハンター、砕けちゃう。Damn!
済んだ。でいでいは闇の調べ？楽譜だ。これが邪妖を呼び寄せていたわけでもないだろうしな。帰りの道すがらもうちょっと飼ってみるか。うわ、脅かさないでよ。どうしたの？その手にある品のことですけれど、ああ、これさっき倒した邪妖が飲み込んでたみたい。この楽譜がどうかしたの？いや、どうということもないのだが、処分するのであれば、その私が処分を引き受けよう。じゃあお願い。私もうちょっと邪妖狩りをしていくから。じゃあね。私は喜んでいるのだろう。お疲れ様でした。どうなさいました？邪妖の動きが活性化している原因がこれといって見当たらなかったんだよ。襲われてる人もいなかったし、でかい邪妖が暴れてるわけでもなかったし、こういうのってすっきりしない。人は結果に原因を求めるものですが、物事は理由なく起こるものでございますよ。あまり気に病まれませんよ。それもそうだね。うん、気にしないで寝よう。おやすみ、支配人。おやすみなさいませ、お嬢様。
和楽器回収でございますね。こちらは匿名の依頼になっております。匿名？珍しいね。こうした依頼はお断りするのですが、今回は教皇庁の調査が入っておりますので、確かな数字のものでございましょう。和楽器というのは青い血を受けて邪妖化した楽器タイプの邪妖たちのことでございます。どうやら魔楽器が大量発生している場所があるそうですので、これを倒していただきたいとのことです。わかった。おや、それでは。さあ、じゃあな、ジョージ。浄化開始。カリッ、一緒に行こう。これ全部魔楽器の反応なのか。カズがいるのか、それとも青い血を溜め込んでる奴がいるのか、その両方か。ま、行ってみればわかるさ。
シアルフィエリア。カズの話だったか。サクッと終わらせちゃおう。この楽譜に何かあるのかな。うわ、また君か。どうしたの。そのこの楽譜欲しいの。いや、そういうわけでは。素直じゃないな。いいよ、持っていきなよ。こっちは魔楽器を借りれば問題ないから。じゃあ。私はいつまでこんなものに。お疲れ様でした。今回の依頼、あっけないほどだったな。これで誰の役に立ってるんだか。ねえ、依頼人って誰だったのかな。それなのでございますが、クリス、クリストフォロス、知ってるの。ええ、昔少しですが会ったことがございます。お呼びでございますか。それでは。どう
したの？うん、支配人、彼女入れてもいいかな？純血の妖魔ですか？責任は私が持つよ。わかりました。少々お待ちくださいませ。ごゆっくり。あったかいうちに飲みなよ。支配人の紅茶おいしいよ。ああ、妖魔って血とか魂とかしか食べないんだっけ？当ホテルはあいにくとそのような品は提供いたしかねますゆえ。わかってるよ。これを。それ私が譲った楽譜じゃない？その楽譜、闇の調べだっけ？繋がってるんだね。気づかなかったよ。ああ。もういいの？なんか用があって来たんじゃないの？アーナス、一つ聞かせて。お前は混ざり物として各地をさすらってきたはずだ。中には忘れ得ぬ記憶があるだろう。楽しかった。甘やかな記憶ほど今の自分を責める苦い棘になる。お前はその記憶どう処理している？処理も何も苦さをかみしめて生きてるよ。今は目の前にその人が現れちゃって心は嵐のようさ。忘れたいとは思わないのか？そう思わなかったといえば嘘になる。でも今はこの胸の痛みも含めて大切な記憶だよ。忘れろって言われたって忘れるもんか。そうか。支配人、紅茶をありがとう。アーナス、この礼は必ず。何しに来たんだろう。お嬢様とお茶がしたかったのかもしれませんよ。誰かとなんとなく話したい時もあるものです。さあ、今日はもう遅いです。お休みになってくださいませ。歌劇場への招待でございますね。こちらは匿名の依頼になっております。また匿名？多分ですが、あの方ではないでしょうか。あの方？カップに手をつけないままに紅茶を飲み干したお客様でございます。クリスか？歌劇場は国庁発生区内にありますが、この依頼は教皇庁の検閲を通ったものですので危険はないのではと。わかった。
浄化開始。音楽で出迎えか。なんか調子狂っちゃうな。クリスはどこだろう。あっちってことかな。ありがとう。一緒に行こう。狩りの時間だ。油断した。と、よ、出た。
クリス、どこだろう。ようこそ、我が歌劇場へ。今宵上演いたしますのは、闇の調べ。長らく失われていた楽譜が奇跡的に回収できたため、上演の運びとなりました。この作品の上演は、偉大なる作曲家我が師クリストフの夢でございました。演ずるはこのクリストフォロスと、
ロジエ伯爵、そして楽譜の回収を手伝ってくれた汎用の騎士アーナス城にございます。クリス、何を企んでるの？アーナス、お前には命がけでヒロインを演じてもらうぞ。それが生きながら焼かれた我が師クリストフと劇団員たちへのせめてもの鼻向けだ。指揮棒、集え魔楽器たちよ、さあ共に奏でよう私たちの歌。テイパー、落ちろ。ヨルドよ、力を、格の違いを見せてやる。壊されたんだっけ。クリス、教えて、この場所で何があったの？昔、世界に降り注いだ青い雨は触れたものを邪妖に変え、世界に大いなる混乱を招いたけれども、青い雨に触れても人の心を失わない者たちがわずかながらいたんだ。私の死、
クリストフもその一人だ。我が死は混ざり物を集め、とある無人島へ移り住み、芸術的観点から邪妖の研究をした。そうして生まれたのが楽器型汎用魔楽器オルガノンだ。そうしていつしか島は妖魔と人の共存する自由と芸術の島となった。それはそれを憎き教皇庁の連中が邪教として焼き払ったのだ。すべて忘れていたのに、忘れようとしていたのに。アーナス、お前があの楽譜を見つけたりするから。やめろクリス。闇の調べのアリアはこう書き換えられたんだった。たくす想いは呪いのようだね。ひどく甘え聞こえた。でもアンジェラ、みんなも聞こえた。私初めてちゃんと歌えたよ。クリス、お疲れ様でした。お嬢様、どんなに大切な記憶でも忘れた方がいいことってあるのかな。忘れた方が自由に生きられることってあるのかな。そうでございますね。幸せだった過去の記憶が今を蝕んでしまうことはあるでしょう。古い約束が未来を狭めてしまうことも。ですがそれも含めて人生です。生きてきた記憶の積み重なりがその人自身なのです。無理して忘れることはないと私は思います。そうか。ですがこれは私の意見です。お嬢様にはお嬢様のやり方がありますよ。うん。